だからこれやっぱこれで2体処理して上上がってきてもう1体倒すって感じでいこうぜ。おっかい下乗るか。オッケー。あーじゃあオッケー。このターンでダメージ与えねえと。行ってこい。シエルブラザーズインサタンの部屋。いや、今日の行けば、メタトナーファー使って24の部屋やっていくってやつだぜ。で、いつも通りボス戦からは実況で、ボス戦までは後付け解説なんだが、まあ、結果言うと、めちゃくちゃ強かったわ。めちゃくちゃ弱えと思ったのに、この2体入れたのがめちゃ良くてよ。驚いたわ、マジで。で、あの SS のこととか、ま、いろいろ知りたいと思うから、そういう詳しいことはこの後説明するぜ。そんじゃあ、ラミ様、いつも通り右側に夜勤していたス頼むぜ。たぎってたぎって仕方ねえんだ。ステータス右側に押しとくぜ。よそんじゃやってこうぜ。貫通バランス要請アビリティアンチワープ弱点キラーゲーショートアンチブロック SS タンチャージ、これがギミック対応しており、まあじゃアンチダメージはないけど弱点キラーで鳥とかボスにダメージも出せるし仲間の SS をチャージできる。これでボス1で使った後もボスに軽々溜まるってわけよ。でラックスキルクリティカルで大ダメージも見込める。で SS が自強化&弱点効果アップ16も差した。でこれあのこのクエスト簡単に言うと、あの、ブーツ防御率、ハヤリンが、あの、すごい、あの、割合で上げるから、こいつの 1.5 倍の弱点強化じゃ全く意味ねえのよ。ちょっと詳しく、アラミタン頼む、こっち。これこれ、こんな感じなんだが、1.5 倍なわけ。でもこれ、ハヤリンめちゃくちゃ上げるから、全く意味ねえの、ブーツ防御率は。だから、そういう考えると、ま、SS は本当に自強化だけで使うって感じ。まあ、めちゃくちゃ速いから使いやすいよ。で、友情がバウンドボム、サブ、加速。で、バウンドも全く意味ね。まあ、あるけど、あの、強化遅いし、まあ、でも活躍する場面はあると思うが、サブ、加速。これがいい。これが。普通の加速だから、これ2個あるんだぜ。適当に走っても取り行くわ。で、HB が 22,721、アタック 25,573、スピード 389.30。もう合格レベル。もう体力はちょっと低い。重心化としては低いけど、もう合格レベル。で、これ、プニ、ワンパンラインが、紋章極み、対光極みで、プラス6600か、それぐらい、あれば、ワンパンできるぜ。詳しいワクワク内容は、固定コメントに書いてあるから、そっち見てくれな。で、謝罪、俺、こいつの SS タンチャージの存在忘れてたから。よっしゃ、ボス戦やっていこうぜ。あ、マジよ、一発目で来ちまった。緊張が半端ねえ。しかもミスったことによってよ、これ4番目のフレンドのメタとの、これ、対光上だから、プニワンパンできねえのよ。で、できたように見えてるけど、これ孫一の友情でギリいけてんのこれ。だから本来できてね。つまけて、俺のちょっと見ようか。ワクワク見よう。みたいなメタトロンの。で、俺の方は、激死の絆過激得得ると、同族の過激速の得得。で、対光極み。で、フレンドの方が、惨劇得得で、ジョー光が。で、合計9500スポット目ってアップしたのが、やっぱりワンパンできないわけ、4番目は。で、6600、ぐらいかな。それぐらい必要。それ以上入れたら、OK、7000あったら完璧。ん？なんか今、感染ギリが誰にも当たらず下に飛んでたぜ。で、プニいけるぜ。というわけで、大丈夫かこれ。さすがによ、メタトロンまで届くよな、これ。どれ、いかねえのこれ。スピード389.30あるのに。さらに過激ストークで。まあいいや、まあいいや。さあ、鳥に対処理するぜ。うわあ！で、落ちてる。やばい。で、このボス位置では SS を出し押しにするのやめようぜ。基本的に俺はここです。3つまで使う。で、もう一発は次の鳥で、ボス2の鳥処理に使う。ちょ待って。早速使っとくわ。で、どんだけちょっとボスにダメージが出るか確認しとこうぜ。届いてよ。届いて。あ、十分出る。十分じゃねえか。契約完了。で、次。孫一でバロ一でよ。取り処理するぜ。で、こいつは確実に。このターン作って、スモーク消しの役割もある。で、さらに、このパワー受けて、守るぜ。こいつも使って、孫一の友情で。反撃使って、縦壁弱点つくぜ。ちょっとずれた。
あ、惜しい。で、さらに鉄砲砲の張り合いで減っちまった。あ、ちょっと待って、ブーツどうした。とりあえずスモッグ2個消して回復して、鉄砲砲処理とボスダミダメージ行こうぜ。オッケーオッケーオッケー、ナイス。で、次完成。これは孫一に行く。オッケー。さあ、ここは回復しようぜ。全然できてね。さあ、ここは突破しよう。いけるか。さあ、加速の手も一発。オッケー。つうわけで、なんと SS を4つ使っちまった。まあでも一つ言えるのが、こいつら加速枠が2個あるってやつよ。で、こいつはちゃんとワンパンできる。メタ殿、どうしてもサンダルフォンって引っ掛けそうなんだよな。危ね危ね。契約完了。で、これは無理だな。これこれ無理だわ。左の壁狙ってまず下2体処理する感じで行くのがいいか。こっちは絶対無理だからな。これ最悪の場所だわ。だからこれ、やっぱこれで2体処理して上上がってきてもう一手倒すって感じで行こうぜ。おっかい、下乗るか。オッケー。ああ、じゃあオッケー。いちいちヒヤヒヤさせんじゃねえって。でもこいつなんかちょっと使いやすいな、めちゃくちゃ。多分これ闇属性じゃねえから、ダメージボールのダメージも低いし、やっぱ加速がいいのか。やっぱ加速枠でアンチダメージオール持ってるやつは多属性の方がいいかもな。さらにこいつは弱点キラー持ってるからダメージも出せるし、この前ノアを使った時も結構楽だったしな。このパワー、まあ、でも俺基本的加速枠入れず普通のしていつもやるから、まあ、あいつはダメージオール痛いよかなり。まあ、その分ヒールオール貼るから OK って感じ。ここはまあスキルダメするんだが、まあ大丈夫だろ、倒さねえだろ。あ、まだちょ、え、おい、こいつ剣持ってんじゃねえか。おいおい、やばい、全然溜まってねえ。おい、ちょっと待て。しかもよ、ワンパンできねえメタ取るんじゃねえか。やっちまった、これバカすぎだろ。おいおいおい、絶対一回はハプニングある、マジでよ。うわ、油断した。とりあえず孫一に当たるとワンパンできるから、みんな。オッケーオッケー。で、こいつらマジ SS はもう使い、あ、まあ、溜まるか。溜まるのか。早いよな、さすがに。下の鳥、倒せねえよな、これ。いやー、倒せねえ。どうなの、どうなの。あ、あ、どうも。よかった、この、孫一のこの位置、最高。ちょっと見とけ。行ってこい。オッケー。いやー、結構早めに終わってよかった、鳥処理が。すげえ、あいつ。これは、うっすら上がってよ。ちょっと下のテポンにダメージがいったらいいかなって感じで、やっていこうぜ。うわ、一発。あ、でも結構。結構ダメージ入るな。
で、ここは斜めムーブでいつも孫一にやってもらうんだが、孫じゃん、バロ一やってもらうんだが、無理そうだから左上のテポンだけ倒せれば、左上だけ倒せりゃいいって感じで打つわ。さあ加速もあるしよう、いけるはず、行ってこい。オッケー、このパワーで次は SS が溜まるからそれ使ってよう。ゆっくり降りて下の鉄板を仕留めに行くわ。で、怖いのがよ、下に2個ブーツあるんだよな。これ角度ミスったら上帰ってきて死ぬってこともある。ねえか、そんなさすがにねえか。そんなにくらまねえもんな。行ってこい。さあ、オッケーオッケー、いいよいいよ、いいダメージ。で、これ縦貫やるとすげえダメージ取らねえのよ。だから横勘で薄く折れてたのが一番いい。まあ、加速こんだけあったら大ダメージいくだろう。つうか、敵のダメージ、敵の体力満タンじゃねえか、ほぼ。え？ちょっと待て。いや、削ったけども、あと4ターン。で、これ、あと3ターンでこれ全部削るってこと？あれ？なんでこんな余裕ねえの？今日。あれ？なんか余裕なくね？大丈夫？いや、これ行くしかねえよな、下に。このターンでダメージ与えねえと。行ってこい！契約完了。いや、まあまあ、まあまあ。でも、なんか、孫一の、孫一じゃねえって、なんか、バロ一だって、バロ一の SS で前耐えたんだよな、即死級。うわぁ、これ悩む。ガイドのせいでよ。縦勘。まあ、加速あるから、いけそうな感じもするけど、この5区でよ、縦勘でダメージ出そうっつうの結構悪い戦法でよ、なんかダメージ出ねえことが多いのよ。しかもバウンドボム、誘発するあれ、あ、反撃も出す。バウンドボムが、もしかして出るの遅かったら、反撃モードで弱点強化されねえよな。うわぁ、これどうすりゃいいのこれ。もう行くしかねえって感じするよね、もう。もう決めたわ。いけ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 、よし、オッケー、もう一発、このパワー。あ、もう行かねえの。これいけんのかよ、これ。さすがに一発キラーいけるよな、これ。いや、あのミリ残しが怖え。二発蹴る感じでいくぜ。ほら、やっぱり、ほら。よかった。これもう一回とかやりたくねえ、もう。あれ、結構ボス戦。そっか、やっぱメタトロンが最初、ミリ残ししたからか、プニオ。でもこれ結構おすすめするわ。よかったらお試しあれ。いいからそこに並べ。俺が焼き寄せやるからよ。焼き印が可愛い。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。泣きって仕方ねえ。